俺の戦い、惑星ベジータはフリーザに滅ぼされた。そして今度は地球か。ふざけるな、ふざけるな。俺が二神将、俺がその俺を誕生させたのは誰。お前らがドラゴンボールを乱用したためにマイナスエネルギーが溜まったのだ、うん、そしてマイナスエネルギーが俺たち逆流を生み出した。だんだんドラゴンボールに助けてもらったくせに勝手なことを言うな。諦めがついたか。お前では俺に勝てないと。ふん、貴様に言われなくても初めから分かってたさ。俺一人じゃこれっぽっちも勝ち目がないことはな。なんじゃと。サンキューベジータ、任せたな。待て、カカロット。三人でかかっても奴には勝てん。ん？でもよ。俺もスーパーサイヤ人2になり、お前と互角になった。だったらあの技が使えるはずだろう。お前からそれを言い出してくれるなんて、最高だぜ、ベジータ。何者だ。俺か。俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。ゴーストだ。父さんと悟空さんがフュージョンした究極の戦士の誕生です。俺に殺されろ。悪流の恨みをたっぷりと詰めたパワーボールだ。ごめんけん。無駄なんだよ。悪流の恨みをたっぷりと詰めたパワーボールだ。ごめんけん。悪流の恨みをたっぷりと詰めたパワーボールだ。よく行け。見事だ。俺が教えられることもそう多くはなさそうだ。